皇帝マクシミリアン一世の肖像は、アルブレヒト・デューラーにより1519年に制作された絵画である。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世が盤上に油彩で描かれている。現在はオーストリアのウィーン美術史美術館に所蔵されている。1512年の春、新しく選出されたハップスブルク家の皇帝、マクシミリアン一世がニュルンベルクに滞在し、 デューラーと知り合った。皇帝とその家を記念して、デューラーは193枚の基板画を組み合わせた大きな外線門を制作し、その報酬として毎年100フロリンを受け取った。準備素描1518年、アウクスブルク帝国議会の最中に、マクシミリアンはデューラーに自分の肖像画を描くよう頼んだ。画家はアウクスブルク城で皇帝にあって、 皇帝の鉛筆画を描き、後に板絵の肖像画を描いた。素描の余白に画家は次のように記している。皇帝マクシミリアンである、アルブレヒト・デューラーがアウクスブルクの宮殿にある皇帝の小部屋で描いた。1518年6月28日、月曜日本作は皇帝がすでに亡くなった時に完成していたが、最初の素描を元にした何点かのバージョンがある。 素描は現在、ウィーンのアルベルティーナにある。皇帝は、4分の3正面向きで、緑色の背景の中に描かれている。フランドル絵画の伝統にのっとり、腕は、絵画の下側の円にある、見えない欄干の上に置かれている。皇帝の左手には、大きなザクロがあるが、ザクロは、多様性の統合の象徴であり、従って神聖ローマ帝国の象徴である。マクシミリアンは、 非常に幅の広い毛皮の襟のついたガウンと、中央にブローチのついた唾の広い暗色の帽子を身につけている。当時マクシミリアンは59歳であった。白髪が年老いてはいるものの、貴族的な顔を縁取っている。左上には、ハプスブルク家の紋章と、金曜毛騎士団の鎖があり、右横に皇帝の称号と業績を示す、大文字の長い碑文が記されている。 ありがとうございます。